他人から信頼を得たい理由はなぜですかっていうことなんだよね。ひょっとしたら自分を信頼してないんじゃないかな。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日もですね、LINE アットでいただいた質問を答えていきたいと思います。今日もね、いいのをいただきました。それは、他人から信頼を得るための行動とはどういうものでしょうか。私は現在、妻の実家に住んでいます。そして、私と生まれたばかりの息子以外は全員女性で、何かと気を使うことが多く、ストレスも溜まってきています。しかし、そのストレスはきっとお互い様だと思っています。そこで、それぞれの仕事や子育てなど、みんなが頑張っているときにより良い関係を作ること、信頼してもらえる行動などがあれば教えてほしいです。会社でも社内、社外からの信頼をしてもらえると仕事はもっと楽しくなるとのではないかと思います。女性目線と男性目線では違いが大いにあると思いますが、何かアドバイスをいただけますと幸いです。Alright, so クリスナルに答えていきます。Alright, まずですね、ちょっと僕が引っかかったのが、この、生まれたばかりの息子以外は全員女性っていうところの中の、生まれたばかりの息子っていうところなんですよね。で、実は僕はちょっと全国ツアーを夏、秋の時にやってた時にこの本をいただいたんですよ。二人は同時に親になるっていう本で、これを僕も実はですね、今、息子がちょうど、もう50日以下なんですよね。だからちょうど40日ぐらいに、もうちょっとで40日になるんですよ。生まれたばっかりなんですよ、子供が。で、僕、正直言って、この本、生まれた、お父さんになるとか、奥様が妊娠になった時とか、ね、または、奥様で、男性にこの子育てについて、ちょっと勉強していただきたいなと思ったら、っていうか、勉強しなさいと思ったら、まず、絶対男にはこの本が必要だと思います。これはおすすめじゃなくて、必要だと思います。はい。もう本当にどのぐらい必要かって言ったら、お国が男の人に全員渡すべきが、ぐらいのレベルの、マジ、やばい、本当にすごい本なんですね。クリス、質問と関係ないよって言われるんですけれども、ちょっと聞いていただきたいことが、このページ83にですね、主婦のストレス、得点のランキングっていうのがあるのね。で、どういうことかっていうと、これ面白いのよ。これはどっか、スタンフォード大学か、どっかで、そのライフイベントに起こるときにどのぐらいストレスになるかっていうのを、まあ、プロの心理学者たちが調べたんだよね。で、どういうことかっていうと、例えば、誰かが、家族が亡くなったりすると、点数が83点のストレスになる。離婚が75点のストレスになって、夫の会社が、破産すると74点のストレス。夫が浮気をすると71点のストレス。ね。夫がギャンブルをするとか、友達の死が63点とか、一回ね、300万円以上の借金は60点とか、いろいろこういうライフイベントの時のストレスの点があるのね。で、出産1ヶ月程度の女性が過去1年で経験するライフイベントを想定すると、わかります?出産1ヶ月程度の女性のライフイベントのストレスレベルを普通に想定して考えると、なんと合計が948点なんですね。わかります?離婚が75点なんですよ。出産1ヶ月程度の女性がどのぐらいストレスを感じてるかっていうと、離婚が75点で、ね、親が亡くなると69点だよ。1ヶ月程度、948点のレベルのストレスを感じてるわけよ。ね、具体的にどうなってるかっていうと、この結婚っていうこと、これ結構でっかいストレスイベントなんだよね。で、今度結婚した後に引っ越しするっていう結構でっかいストレスイベントなんだよね。で、出産、妊娠するまでのでっかいストレスイベントがあって、妊娠したっていうでっかいストレスイベントがあって、今度仕事を辞めるとかそういうでっかいストレスイベントがあって、今実際に子供を産むとか、もうマジ、すっごいストレスイベントが重なってるわけよ。で、今度寝れない、ギャー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 子供が泣いてる。で、今度お父さんがなんかいなくなっちゃう。まあ、ポイントはこの本ぜひ、男の人はこれマジ読まないとダメだよ。っていうかみんな読んでるよね。すごいいい本なんだけど。だからこの生まれたばかりっていう状態は、この人生の中で異常な状態なんだよね。普通じゃないわけよ。
だからこの奥様にはめっちゃくちゃケアが必要なんだよね。で、どのぐらいケアが必要なのかっていうと、僕の場合はこのね、アメリカにね、ミッドワイフっていう職業があって、ミッドワイフっていうのは、その病院で、お家で子供を産んだりとか、病院に行って子供を産む時のお手伝いしたりとか、まあちょっとね、そういう女性の、そういうバーシング、クラスを受けたんだよね、赤ちゃんを産むためのクラス。で、そこで1000人以上の子を産んできた、すごい、多分僕と同じ年齢ぐらいの女性のその人がいるわけよ。1000人以上だよ。で、その人が学んだのが、この40日間のルールっていうのを学んだのね。で、どういうことかっていうと、子供を産んだ後、40日間は、奥さんは何にもしなくていいっていうルールなのよ。これはなんか、インドね、インドの文化的なことなんだって。で、だから僕も、正直言って40日間奥さん何もしなくていいよって言って、もう掃除もさせないし、家からもう本当に出ないでって。人来たいんだったら来てもいいけど、彼女が許すんだったらもう何もせんでいいよ。あなたはとりあえずもうベッドの上でゴロゴロして赤ちゃんにおっぱいあげててって。で、できるだけ僕も手伝ったり、家族全員で手伝ったりしてるわけよね。だからこういうような、その特に生まれたばっかりっていう状態は、もうストレスレベルがもう異常なところだから、論理的に話せない。寝てないし、食事もあれだし、もうホルモンレベルもあれだし、ね、妊娠して子供を産んだ後のうつ病っていうのも結構そのリアルにあるわけよ。ね、ね、なんかアンケートしたら 80% の女性がうつ病だったのか分かんないけど、すっごい暗い時期を感じたっていうわけよ。だからほぼの女性がこういう子供を産んだらこういう時期があるんだよね。だから僕としてはね、信頼を得るためにどういうすればいいでしょうかって、そんなレベルじゃないわけよ。わかる？この本でデータ結構取ってるから見るとわかるんだけど、一番離婚率が高いのが子供を産んだ後の1年とか2年なんだよね。わかる？もうママはもうそんなあなたのことなんてどうでもいいわけよ、正直言って。そんなストレスレベルは自分の面倒を見れるかみたいなところにいるかもしれないから、特に生まれたばっかり、だから生まれたばっかりっていうのが本当に2週間なのか1週間なのか2ヶ月なのかちょっとわからないんだけど、だからそこのもうそんなどうすれば信頼を得るかっていうレベルじゃないと思うよ、うん、で僕はちょっと思ったんだよね。ごめんね、ちょっと冷たいことかもしれないんだけど、でやっぱりじゃあ何が必要なのかっていうとね、そういうその奥様が何が必要なのかってまず自分で考えていただきたいのね。で、彼女だったら何が必要なんだろうね、まず常に水がある、常に食事があるね、常にそのおむつを交換できる環境があるとか、で自分がそれをやってあげるとか、そういう面でまず全部自分でエネルギー、そこをまず考えないといけないよね。でプラス奥さんに聞いた方がいいと思うんだよね。他に何かできることない、今なんかちょっとね辛いことない、何かできることないとか、だから全部もう掃除から洗濯からもう全部自分でやらないといけないっていうのが普通だと思うんだよね。特に生まれたばっかりは、ごめんね、これ信頼を得るために何をすればいいのかっていうところなんだけど、これごめん、生まれたばっかりっていう子がところが入ったからちょっと違う方向に僕進んでるんですけれども、でなのでまずその2つね、自分が奥様にできること、そして自分が聞いてみることでね、奥様に何ができるのかっていうことで、もうちょっとあるわけよ。でそれはその実家にいっぱい女性の人たちがいるんだよね。そのごめん、妻の母親、義理の妹とその娘2人って書いてあるから、その人たちに何ができるのかっていうのを聞いてみるのもいいと思います。 Alright、 なのでそれが僕のオーソドックスの答えなんです。Alright、 じゃあここからクリスの本音っていうか、僕の本音っていうか、もうちょっとスピリチュアルなアドバンスで本当に面白いところに行きましょう。Alright、 まずこれをできたら次のレベルに入ってもらいたいのね、今僕が言ったこと。でそれはね、そもそもこの一番最初の質問、他人から信頼を得るための行動はどういうものでしょうかっていうところなんだけどね、そもそも、ね、気をつけないといけないのは、ね、他人から信頼を得る
得たい理由はなぜですかっていうことなんだよね。なんで他の人から信頼を得たいの、欲しいの、ね、ひょっとしたらだよ、間違ってる可能性もめっちゃ高いぜ、ね、ひょっとしたら自分を信頼してないんじゃないかな。ひょっとしたら自分が言いたいことを言えてない。奥さんが怒るかもしれないとか、周りの人が怒るかもしれない、周りの人の気が悪くなるかもしれないから、ね、ひょっとしたら自分が本当にやりたいこと、ずっといつもやりたかったんだけど、それ我慢してる。なぜかというと、自分の周りの人がの気が悪くなるから。だから信頼を得ることによって2つのベネフィットがある。一つは信頼を得ることによって自分がやりたいことをできるようになる、ね、これやったら自分がやりたいことをやっていいって、なんか先生に聞いてる、親に聞いてるみたい。パパママ宿題やっていい子になったら自分が本当にやりたい遊びやっていいって、ね、そのような匂いがちょっとね僕感じたんですよね。でもう一つのベネフィットは、信頼を得ることによって自分の心の愛、ね、自分の心の愛のガソリンタンクをマックスに持っていく、得ていく、ガソリンタンク、愛をがね、愛、寂しいなって感じてて、人からの信頼を得ることによって自分の愛を、自分の存在感、自分の大切さを感じるっていうことなんだよね。でここでひょっとしたら僕間違ってるかもしれないんだけど、もし、まあ、多分このビデオを聞いてる人の中ではね、絶対そう感じてる人もいると思うから、特に僕はそう感じちゃうんだよ。僕は絶対そういう系なんだよね。もう本当に子供の時から親からの信頼を得る、ね、親から認められたら自分がやりたいことできる、先生から認めてもらえたら自分がやりたいことができる、自分の友達から認められることによって自分の存在感、愛されてるんだ、自分は自分のままでいいんだっていうことを感じてた。これは僕も本当に何十年続けてたんだよね。そうだから YouTube やって、クリスちょっとこういうの違うよとかコメントいただいてね、変なネガティブなコメントをもらったらすっげえ心に刺さって、ああってなってたわけよ。本当になんか YouTube をやって人から好かれたいみたいなのもめっちゃあったんだよね。でだから僕本当にわかるわけよ。で今僕が気づいているのはね、信頼をなくすっていうのができないんだよね。信頼がなくすっていうのは本当にできないと思うんだよ。僕はやっぱりこの自分 What I am、 僕はこのクリエーションの中の一部のもの、僕の体っていうのは、まあ、本当に石とか砂と同じようなもの、ね、でこの宇宙の偉大な宇宙の中の実際のリアリティ、ね、っていうことは自分の魂もそうやって作られたものだから、もうこの完璧な宇宙、完璧なクリエーション、完璧な自然の中のものの一部なんだよね。ちょっと禅みたいな感じなんだけど、ね、で他の人たちもそうなのよ、ね、っていうことはこの信頼を僕はもうマックスでもらってるわけよ。でずっと信頼をマックスでもらってて、でずっと信頼をマックスでもらい続ける。で僕はずっと他の人にそういう信頼を与え続けるんだよね。それがこの自然のリアリティ、真実だと思うんだよ、ね、だからこのようなオーソドックスの普通のね、な本当に当たり前に奥さんのために何ができるんだろうっていうのを考えて自分で行動をとってみて、ね、で奥さんに聞いてみるっていう、そういうオーソドックスっていうのもあるんだけど、このもうちょっと深いところ、まあ、両方やった方がいいと思うんだけど、その自分は本当に Do you feel your own self-worth? 自分って本当に自分として価値を感じてる？価値感じていいよ。あなたには価値があるよ。うん、もう信頼マックスでもらってるぜ。それが真実なんだよね。そこにいるっていう、その場所、その大丈夫だっていう、マックスもらってんじゃんみたいな場所に戻って、で今度なんか自分の癖で、ああこれ奥さんの許可が必要だなとか、こういうの言ったら、ね、上司怒るかもなって感じたら、ああまたやってる、悪い癖だ悪い癖だ、自分に信頼がないっていうサングラス、そのフィルターを自分の人生につけちゃってるなって。でこれは自分のためにもならないし、自分嫌だし、他の人のためにもならないし、真実じゃないから、もういい加減にやめていきましょう。
ね、この星は美しすぎるよ、もったいない、そんな、まあ、そういう生き方だから幸せになれないじゃん、そういう生き方やってると。それはもう古い考え方として、感謝してありがとうございました。いろんなレッスン学ぶことできました。私は新しい考え方を選びます。私は真実、私は自由、私は自分としての存在を尊敬して、この宇宙の中、この自然の中の一部のものとして本当に心を従って生きていきます。愛の存在として生きていく。で、みんな愛の存在で、僕はこのワンダフルな地球に今いますって言って、感謝みたいな感じやな。 Alright, thank you so much。 ちょっとね、質問こういう感じで答えることができれば嬉しかったです。 Thank you so much. Now I'll see you next time in Chris's room. I love you guys so much. じゃあねー。